ドラゴンを倒した直後に現れた魔物の扉では。そのようじゃ。だが王都で見たものとは少し違っておるな。本当だ、ちょっと変わった魔物があれを守ってるみたい。待てよ、もしかすると。とにかくその魔物をやっつけてみよう。魔物の増加も止まったみたいだ。やはり今の奴が仲間を呼び寄せていたんだ。そういうことだったのね。じゃあ他にも同じ魔物がいないか探しましょう。いたぞ、さっきのと同じ魔物だ。すぐに倒しに行くぞ。炸裂火炎山。煉獄斬り。炸裂火炎山。扉の番人はいつ現れるかわからない。常に警戒しておかないとな。あとは残っている魔物を片付ければ一掃できるはずだ。煉獄斬り。炸裂火炎山。燃えろ。煉獄斬り。勝つためには頭を使わないとな。ああ。
ここからが本番じゃぞ。いざ町の中へ。僕が一番乗り。やはりここもか。これってまずい状況よね。ね、どうするの？ああ、すでに作戦は考えてある。うん、まずは敵から逃げるふりをして一斉に交代だ。この間を見計らって俺が手を叩く。それを合図に。また長いやつ？間一発ね。これは予想外の展開だ。俺の完璧な作戦が。すごい、かっこいい。あの、助けてくれてありがとうございます。おい、まだ味方と決まったわけじゃないぞ。魔法研究所の所長ジュリエッタよ。お会いするのは初めてだったかしら。よろしくね、親衛隊長さんたち。よくぞ助けてくれた。礼を言うぞ、ジュリエッタ。ご無事で何よりですわ、ディルク様。用心深いのね。でも、そういう男って好きよ。とっても研究のしがいがありそうだもの。研究だと？この俺を解き明かすことなんてできやしないぞ。何真剣に答えちゃってるのよ。冗談に決まってるでしょ。ん？あら、私本気よ。そうね、今度私のラボでゆっくり。な、ちょっと相変わらずじゃの。してジュリエッタよ、早速だがコートルダの案内を頼む。わしはこの町を守るつもりじゃ。協力してくれるな？もちろん協力させていただきますわ。それに、この町は私の研究成果で溢れていますもの。可愛い発明品たちが壊されていくのを黙って見ているつもりはありませんわ。街のあちこちに出現した妙なものから魔物たちがどんどん湧き出ているのよ。あれは魔物の扉っていうものらしいの。扉を守る番人を倒すと消えるみたい。あれが魔物の扉。それじゃ扉の番人とやらを倒してしまいましょう。この町にある不思議なものは
全部ジュリエッタの発明品なんだよな。私の最高傑作が完成間近なの。街を守りきったら見せてあげるわね。これで全部ね。あとは残っている魔物をやっつければ一段落よ。残念だけど、そう簡単な話じゃないみたい。外からも魔物が押し寄せてきたようね。でも大丈夫。外からのお客さんなら、私の発明品で一網打尽にできるわ。一緒にいらっしゃい。使い方を教えてあげる。これが私の発明品8号マダンホよ。このフォルム素敵でしょ。さあ早速動かしてみて。魔物たちが橋を渡ってきたわ。よく狙って撃ってみて。お見事、命中よ。これを使えば戦いをとっても有利に進められるわ。よし、完璧だな。わかったわ。うん。ありがとうございます。Thank you.
Oh,